伝承の移動要塞はルリ島自身だった。それは分かってたけど、ルリ島は進路をグルグ大陸に向け移動を開始した。こいつはすげえ。結婚式のためにと訪れていた者たちは突然の成り行きに驚いたが、遠征に協力すれば栄達につながるとの思惑から多くの者たちが同行を決断した。来たるべきグルグ族との戦いへの準備が慌ただしく始まり、ルリ島はさらなる喧騒に包まれることとなった。意外に適応力が高いな。そして数日が経過した。すっげえ立派なベッドだ。くれぐれもその力に溺れるなよ。力は強い心によって使いこなしてこそ意味がある。これでよかったんだよな、本当に。こうやって悩むところなんか最近の主人公っぽいな。だと、たかが卑しい傭兵風情ではないか。伯爵は何を考えているのだ。カナンだけではなく伯爵にまで取り入るとは。おいお前たち、はい、あのエルザというやつを監視しろ、はい、最大漏らさず報告するのだ。はい、所詮は剣謀術数を知らぬ成り上がりに過ぎん。でも蹴落としてやる。今に見ていろよ。自分の自画像飾ってるとことかまんまナルシストだよ。動かない。はい。あ、誰が来る。メイドさんだ。中庭で会いたい。あ、わかった。出世したな。隣の部屋にセーブポイントがあったのはこういう意味か。中庭、中庭。カナンの部屋の隣をもらえるとは信頼されてるな。そして隣の部屋はジルの部屋。伯爵は何を考えているんだ。もうちょっと部屋割りを考えろよ。ウォッチ。すげえ。そして見る意味は特に何もないという。こうなるとどっちが行く道かわからなくなっちゃう。正解。中庭、中庭。本当に戦争になるのかしら。相当できないわ。いやーね、そんな大事にはならないわよ。そうだといいけど。平和に過ごしたいわ。平和が一番だよ。最近お城に出入りしているエルサ様ってかっこよくない。私はジャッカル様がいいわ。あ、でもユーリスって子もいいわね。大人気じゃないか。そうやって年下に唾つけてどうするつもりよん。年下なの。大して年齢変わらない気がするんだよ。中庭、中庭。誰だろう、誰だろうな。本当わざわざあの方みたいな、会いたい方みたいな言い方したから、メイドの知らない人なのかな。なんだ、なんだ、何者だ。誰の差し金だ。
なんだよもう。答える気はないか。なら力づくでも。非常に早いな伏線の回収。いた。あ、誰か来た。誰だ。加勢してくれるのか。加勢してくれる。今は戦いが先だ。てか誰か分かるんだけど。どこだよ。もうダウンしてるし、何しに来たんだお前は。走る。回復だよ。てか誰か分かってんだけどな。命令できんのかな。あ、できない。ほらほら、フィニー。待ってくれ、お前は誰なんだ。分かれよ。使った魔法で分かるだろう。一体誰なんだ。なぜ俺の命を狙う。誰に頼まれた。それは…待て。しっ、おっと、そのままの勢いで行ってしまうところだった。風が強くなってきましたね。お虫が乱れますわ。あんたらいたの。この島は移動していますからね。塩は髪に良くないですわよ。あ、アイテム、アイテム見えてる。中途半端に投げ出されると次に行く場所がわからない。よし、犯人の部屋に行くか。最近伯爵の音。本当に戦争になるのかしら。ジルの部屋に行って。明らかにあいつが犯人だってのは分かってるんだけど、しらばっくれるのかな。そもそもしらばっくれるも何も何事もなかったかのように話しかけてきそうな気がする。なんか光ってる。火を落とすことなど私の手にかかれば操作もない。まずは手始めに。もろバレじゃないかこいつ。カナ、顔だけでも見せてくれないか。今は会いたくないの、お願い。嫌われてる。しょうがないから自分の部屋に帰ろう。しかし自分の部屋に帰ったところで何も始まらないぞ。となると、あと考えれるのはクォークか伯爵あたりかな。
こに行くんだろう。ダブル、エルザという男と伯爵いる。入るよ。おお、エルザか。どうだ、城の生活には慣れたか。いえ、まだなかなかまあ慌てることもない。グルム大陸が見えるまでしばらくかかるだ。伯爵、お聞きしてもよろしいでしょうか。構わんよ。今回の遠征は本当に必要なものなのですか。うん、帝国の防衛のことだけを考えれば必要ないかもしれんな。しかしお前も傭兵として帝国各地で戦ってきたなら、その惨状は知っていよう。はい。これほどまでに戦いが止まるのは、大地の力が年々弱まりつつあるからだ。そうだったのか。大地の力。そうだ、ルリ島は帝国の交易の中心だからな。そういった状況を私は一番よく知っている。ルリ島は貿易の中心。収穫が減った分を補おうと諸侯は領地を奪い合っているのだ。このままでは皆滅びる。どっちかっていうか端っこの僻地って感じなんだけどな、ルリ島。我々には新天地が必要なのだ。それがグルグ大陸というわけだよ。グルグ大陸に人々を移民させるおつもりなのですか。そうだ、そうすれば人々も救われる。わかるな。侵略戦争じゃねえか。お前には期待している。これからも頼むぞ。他者様が北の見張り台にいらっしゃいます。北の見張り台、エルザ様をお探しでしたよ。他者久しぶりだな。わかった。トリスタ将軍は結構出てたんだけどな。本当に戦争になるのかしら。最近これ昔のゲームはね、この北の見張り台に行かなきゃいけない時とかにヒントなしとかいうのが普通だからね。自分で歩き回って見つけろみたいな。それに比べると随分親切になったもんだ。風が強くなってきます。他者様が見張り台にいらっしゃる。早く行きたまえ。上官なのだぞ。上官なんだ。はあ、これ。遠いな。どうだ、この島を手に入れた気分は。すげえ喧嘩売られてる。何を言ってるんだ。別にこの島が俺のものになったわけじゃない。だが貴殿のその力があればこの島を自在に操ることができる。手に入れたも同然だ。自分のためにこの力を使うつもりはない。ただこれだけは覚えておけ。貴殿がその力をどう使うかで多くの人々の命が左右される。すっごい目の敵にされてるな。力を持つ者には責任も伴うんだ。責任。別にここまで来る必要なかったろう。このシーン意味あるのか。
これできっと大広間に戻ったぐらいでまた次行く場所を教えてくれるだろう。あ、と思ったら降りた。あれは、あれは珍しい組み合わせだ。マナミは連行してるみたい。ここは慎重に運びたい。君の言うその力が絶対どうしたんだ。さっきいなかったじゃないか。なんでいるんだよ、走り出したら。いつまでも下で働いてねえで上に来てえな。あ、どうだ。いるな。あ、エルザさん、どうされましたの。マナミアこそ、トリスタ将軍と何の話を。何でもありませんわ、ただの世間話ですの。さっきのあれが世間話に見えるようだったら末期だけどな。中には中にはあ、トリスタ将軍いるじゃん。よう、エルザ、ついに死になる道が開けたな。お、浮かない顔だな。何があった。さっきへこまされてきたから、他者に。そうか、カナン様の心配もわからないではない。やはり私の決断は間違っていたんでしょうか。ならばカナン様のことは忘れてこの島を去るかね。それはできません、俺には。ならば迷うことはない。自分の信じた道を進めばよい。信じる道。まずは一人前の騎士になることだな。そうすれば伯爵も君の言うことに耳を傾けざるを得なくなる。トリスタ将軍、私を弟子にしてくださいませんか。ほうほう。今の私にはどうすればよい騎士になれるのかも分かりません。私を騎士として鍛えてください。おー、わしは身内には厳しいぞ。覚悟はあるのだろうな。身内には厳しいね、このおじさん。はい、どんなことでも耐えてみせます。よかろう。実はな、この城には騎士の位に挑むための試練場がある。命が失われすぎて封印されるほどの難所なんだが。いきなりだ。やってみる。やってみる。やってみる。お願いします。決意は固いようだな。では参ろうか。